メルキオールホフマンメルキオールホフマンの行動経路メルキオールホフマンは16世紀のドイツ人の宗教家最先霊派の一派であるメルキオール派の指導者で平和主義の終末論者シュバーベンの春で生まれたケガはショーだったがルター派の影響を受け1532年からルター派説教者として北ドイツ、スカンディナビア デンマークを毛皮取引の傍ら訪れたが、独自の終末論を解いたため、当局、ルター派と衝突した。1530年はじめに、ストラスブールに訪れ、1533年に、終末が訪れ、この地に、サイリンのキリストが出現すると予言したが外れ、その威信は失墜した。この頃には、ヤンマテウスの武力によって千年王国を築こうとする。 思想が広がっており、その後、逮捕されたためメルキオール派の信徒の多くは、マテウスに従い、ミュンスターを目指した。10年間の監獄生活を送ったが、1534年から翌年にかけて、ミュンスターの反乱が発生し、アナバプテストの評判は失墜した。1543年に、ストラスブールで獄死。死後、その著書の半数は消失し、 メルキオールハムシントが他の最先霊派に移るなどして消滅した。ありがとうございます。